はい、おはようございます。こんにちは、こんばんは。ガジさんちへようこそ。今日もちょっとね、グダグダなお話をしていこうと思います。でですね、皆さんどうでしょう。ブログとかインスタとか、まあ、今皆さんが見ている YouTube などなどで、まあ、アカウントっていうか名前を付けますよね。うん。〇〇のブログとか、〇〇さんちの、ブログですとか、うん、表紙の他にね、そのアカウント名を使うと思うんですけど、どうでしょうかね。本名使うことってありますか？まあもちろんね、その本名が知られているっていうのかな、芸能人だったりとか、あとテレビなどなどでよく見かけるお医者さんだったり、政治家の方とかって、まあそのままつけることが多いですよね。まあもちろんその裏アカウントみたいな感じで普段言えないことを、まあ別の名前を使って発信するっていうこともあると思うんですけど、どうなんだろう。かなり危険なような気もするんだよね。さらしたらさらしたで、まあ大体ここら辺に住んでます、この辺に住んでますっていうので、大体ね、場所、住んでる場所を知られてしまったり、まあ実家を知られてしまって、なんか嫌な思いをするから、さらすんじゃなかったって、まあ思うでしょうけども、まあね、仮名というか、その漫画とかの名前を引っ張ってきて、それをね、自分の名前として使って、で、まあやってはみたものの、ちょっとしたね、炎上で本名が晒されたり、住所がバレたりとかしてて、まあそれはそれでちょっと大変だなと思うんだよね。まあその炎上しなければいいんだけど、まあ自分がね、炎上する言葉だと思って発した言葉ではないんですよね。なんか話がどんどんそれちゃってるけど、あんまりね、その晒すことはないかなと思うんだけど、何気にそのまあ身内が集まった時にこう何気ない風景をこうね、動画としてこう撮った時に、自分がね、その YouTube とかを撮ってるっていうのをさ、周りに言わなかったりすると思うんですよ。まあ家族でさえ話さないことが多いと思うんですけど、自分一人でやってる場合はね、それを気づかないで、周りが本名でこう、まるまる何やってんだって言われてちょっとヒヤッてする時ありますよね。まあ私の場合、その一発撮りっていうか編集ほぼしないでやってしまうので、ちょっと本名で言われるのがちょっと嫌だったりするし、そういうのがちょっとやばいって思うので、その実家の方でまあ動画を撮ることはあんまりないですね。その家の中でね、まあ旦那と一緒に行くときなんかもやっぱり極力こう喋んないようにしてたりとかしますね。その本名をこうポロって旦那さんの方が言っちゃったりとかするんで、まあ言ってたりするんですけど、
だからね、ちょっとそれはね、ヒヤヒヤしてますね。はい。皆さんどうでしょうか。まあ、よっぽどね、その、バレないと思って、走ってる人もいると思うんでね、まあ一概にね、さらさない方がいいよとか、言えないんですけど、皆さんどうでしょうか。もしよければご意見いただきたいと思います。それでは皆さん、さようなら。